ここんんんにちはこんばんはば、えー、今日の動画ですね、えー、ついさっきまで配信してたんですけどそれが終わったので、えー、動画撮っております、えー、バンプ・オブ・チキンのね、えー、新曲「窓の中から」というものが、えーまあ、この後ねリ,リリースされる、まあ、この動画を皆さんが見てる頃にはリリースされていると思います、えーまあ、NHK でね毎年やっている18フェスというイベントで、えー、制作されたものになりますこれは何かっていうと18歳から20歳ぐらいの年代の人たちが集まってその一緒に合唱したりとか何か表現を したりしてアーティストの人と一緒に一つの作品を作り上げるってそういうものなんですけど過去の事例で言うと、まあえー、ワンオンクロックから始まり、えー、アレキサンドロスだとかラッドインプスだとかアイミオンだとかワニマとかで今回はバンプ・オブ・チキンが担当するということで、えーまあ、み見てきましたえっ、ー、とね NHK で放送されていて見てきました何、えー、て言うんでしょうね まあ素晴らしいですよねもちろん素晴らしいです素晴らしくてなんかこう音楽って素晴らしいんだなっていうのがもう直接分かってくるようなそういう感じになってます今日カメラがねちょっといつもと違うんでねちょっとこう,こうやって僕が動くと動くんですけどまあそういう感じでやっておりますでまあ聞いたんですよね新曲「窓の中から」もう何て何て言うんでしょう まあ心揺さぶられるようなそういう楽曲なのかなと思います。えー、まあリアルタイムで聴いていて、まあ、まだ歌詞とか全然わかんないし何となくサビのメロディーぐらいしか頭に残ってないんだけど、えー、まあそれでもねこう、まあ、素晴らしいなと思える曲だと思うのでう僕よりも感受性豊かな、ね、皆さんは、ね、何か感じるものがあるかもしれません。ちょっと僕はねそこまですごい何かこれを感じるっていうところがねまだ、えー、ないんですけど。 ぜひ皆さんもね、えー、この後リリースされる、まあ、この動画もじゃあ撮ったら後すぐ出そうか、えー、この後リリースされるようなので、ぜ、え、ひ、ー、リリースされているのを見かけたら、ぜひチェックしてみてください。でこの動画は、ね、あの短いですけど、まあ、このなんで終わろうと思います。いつもだったら引き伸ばすんですけどね、今日はこれで終わろうと思います。まあ、バンポーチキンの音楽っていうのもね最高です。まあ普段僕の動画では米津玄師を多く取り上げてますけどね、米津玄師が僕らは米津玄師のこと好きなんだけど、その米津玄師はさらに上のバンチキン ってかまあ、さらにバンプオブチキンのことが好きなんですよね。だから、まあ、米津玄師のことをより深くするためには、まあ、もちろんバンプオブチキンというものも知っておいた方がいいだろうということで、えー、今回やらせていただきました。はい、じゃ長くな,らなると良くないので、この辺でおろうと思います。よければぜひ皆さん、あのリリースされたら窓の中から聞いてみてください。じゃあ終わります。ありがとうございました。